はい、黄金世代の鼓動でございます。今日なんですけれども、タピオカさんが即時糖の、即時糖じゃなかった即マーガスの新しい、高浮きのねヘディング、魂を込めたガチャで手に入れたみたいなので、早速食らってみたいなと思います。で、JY 自投でどんくらいいけるのか、まあ、リンク載ってないんでそんなに強くはないんですけど、まあ、100、50、100とかいくんで、まあまあ戦えないかなと思ってちょっと行ってみたいなと思います。多分あのレオくんがいるんでフルフルで乗っけては来ると思うんですよね。もしかしてデバフ対策してないとフルで食らうかな。デバフってきてますね。じゃあ行こう。さあ、ね、フェス自投とかの方は潜在来てましたけど、実際どうかな。抜けるかな。お、うわ、16000、後半見すぎれないときついな。ツートップにしてるからシュネルに引っかかる。シュネルをターゲティング4バックじゃないとできないんですね、これね。後半ちょっと4バックチャレンジしてみようかな。いやークリティカル乗った。一発で来る。いやー一発はやめてー。待つよ、無理。おい、無理。やばいやばいやばい。新生、新生タピオカって言ってたからな。タピオカさん、これ今ね、グルマでやってるんですけど、取って弾けない。取っ、うお、何あ、バレる。強引のパスカット行っちゃってる。まだこっちまで、まだこっちまでは回せてないから、これが S タックになるとタッピー穴がもうなくなってきちゃうんだよな。散々あのタッピーと普段やってるんで、あの前も言ったんですけど、ローブソンにね S タックルとかつけちゃうんで、抜きどころが。ディックはまだ33でしょ。これが上がってくると厄介。これローブソンもうパワータックル99なんですよね。あえて越してみよう。ブロックした。あ、マジか。うわ、きついな。デバフってるね。ここ。赤いだとたまにしかいけない。あー、銀ついた。絶対見た。ファールか。ちょ、待ってよー。ちょ、待ってよー。ちょ待ってよ、退場かよ。もうやっぱあの子しか取れないのかな。よし来い、よし来い。いい加減スタミナが、シュネルフィンってそれなりにスタミナ使うの2回しかできないから、たまにシードリ、あ、入れてんだ。シードリ入れてんだね。どこを使うかな。おう、やったーって、やったー、やろう。意地でもこうやっていつもあの意地でもドリブルで戦いに行ってるんですけど、技応酬はもう意地でもドリブルで戦いに行く。タスカが強いキャラ多いんですけど、縦に弱いキャラ多いんで、これは厄介。全力つかないし、お、チャンスチャンス。向こう全力つくかな。着いたよ。もう次行くぞ。ドリブル言っちゃうとバレちゃうんですけど、ドリブルスピードそんな振ってないんで、ここ抜きづらいんですよ。伊沢ということは翼にシュッと、ここ、あ、逆の方が良かった。23000ってこれ絶対抜けないっすよ。23000はクリティカル勝ちしないと。勝負はこれから対。厳しいかな。いった。いけない。ロブゾン、ロブゾン、前から。確か A 取りなんだよね。PA って S 取りがないのか。
ここで止められないとピエールのパスがいいけど、これはワンチャンゴール。ミスギ君入れて、うーわ取れない、マジ意地でもシュネってる。いやー早い早いよ足これかスピアーヘッド、普通だなアニメーション27,807、23,000で枕って23,000、あ66なんだね。99までブラボーがなかったんだね。これは取れんじゃないかワンちゃん。俺の伝説はどう簡単に崩せやしないぜ。取れるか、取れない。66で66で取れないのかよ。日本技団結頑張ってね、手に入れてもらえたら。いやだ、さあ後半マイボール退場だもんね。これどうして、肩落ちにさせとくか。競りたいんですよ。なんでか、なんで競りたいかっていうと、今日このためにハイパーブロック99移植したんで、ちょっと見たいんですね。誰とドリブルで戦うかな。ちょっと分が悪いんで、こっちでドリブルで戦う。さあ、ドリブルで戦っていきます。いきます。アマゾンに比べたら、あのミューラーがね、ちょっと、まずは中盤での勝負だ。驚異的な強さなんで、ね、前半ちょっとドリブルで苦戦しました。どうしてくれてる。あ、もう文字読んでたら、文字読んでたら失敗しちゃった。この癖が抜けないっしょ。あ、ディフェンダーが微弱だ。強引なパスから簡単にいかれる。やばい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 、文字読んでたら松山だった。さすがに2点目、あそうだ、あれ入れるの忘れてた。俺の伝説はどう簡単に崩せやしないぜ。これは止めた。なかなか難しいな、チンゴの妙。いくぞ、よし来い。ミラクル止められてるよ、もう。どうでしょう、危ねえ。そんな、ちょっと待ってね。なんかいないし、どっから攻めよう。残り30分になったらタピに主導権を渡します。行くぞ来い、よし来い。あれをチェックしたい。やっべ、選手が全部困った。やばい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 。全員カットパスだ。下げてたんだけどな。下げてるよね。それでも下がりきらないのか。これ下がったしよ。よし。行くぞ、待ててたまるか。よし来い。全然すごくない。時間がなくなっちゃうんだから。でもしかもスタミナたまんないから。俺は負けないよ。ギリギリだな。よし、おりゃー、埋めちゃうんだよ。で、スナックはデバフがかかる。受けて立つ。あ、36分じゃん。あ、もう、止まるんだよ。俺は止める。いや、でも全然。あの時とやっぱドイツも、ドイツ盛りにすると、されると、あんまり。おー、入った。
そんな何ドイツ応援されるとエリア内でもね、あのまあまあ今日は今本当にたまたま入りましたけど、すげえ止められますね。それいや、さっきのあのライン、最近ラインも下げれないんだよね。あ、出た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 。ですね、コレアの人ボランティア、ここでからヒュッと入ります。あ、これ延長になってんじゃないかな。さあどうだろう。まあ日程さ66だったんですけど、一回抜かれたな。はい、あーワンツーブレーメンで突っ込んできてくれれば合わせて進めるかな。突っ込んでくれますね。ここでスッチをちょっと見ていきたいな。うまく合わせれるかな。じゃあタッピーの技術が自分のマッチングの寄せのタイミングをうまくいかないとマッチングできないんで、そう、やし、これやった押して自分のコーナーのところで自頭がうまく、そうだよね、旗から見てたら諦めない、自分諦めた風に見えますよね。ここはちょっとあれなんですよね。あのまあここ、あ、来た来た来た、これこれこれ、あ、低いのか。見せてくれたい、行くぞ。低いお互いで何言ってほしい。低いのか、低いのか。この人は高いシュートですよね。24,000押す。あ、しかも自分は一応発動してくれた。まだ続いてる。高いので勝負したけどな。まあ低い、まあ低い、まあ高いとね。どんくらい能力いくのかな。ありがとう。後半もう一回見れるといいな。面白かったな今。いや今日ネタ会になっていいなと思ってますね。はい、退場もいたし、この人スクリーナーなさすぎ。やばいこの人。何もできん。ちょっと気をつけないと。技剥がし、あの明日チャレオ来るじゃないですか。明日じゃ金曜日チャレオ来るじゃないですか。だから1枚くらいいいかなと思ってやっちゃったんですけど。今ねこれ自動に積んでても全然サイドバックで使ってるから全然なんで、ここも負けないよ。あれ、これ選手変えるの忘れた。だから見すぎ入れないとバフが。すいませんね、グダグダで今日はなんかグダグダですね試合が。いやでも、車が本当にこの夜の時間いろんな方がね入ってきてくれて嬉しいなと思ってるんですけども、これは負けん、非常に助かりますね。はい、いろんな方と試合できるので、ちょっと今の感じですと、まあ皆さんにもちょっと見ていただいてる方もそうなんですけど、ライン一杯で一回締めて、次はお互いだーして、行くぞ。お互いで打っちゃったらもう打てないじゃんっていう。やばい。まあまあ一回マッチングできたんで、ただ自頭は止めれたというところで、あれがね高浮きでさらに倍になって強くなったらどうなるかっていうのをね見たかったんですけども、さあ 3度目の対決、普通にデバフ対策してないとどうなるか。止めた。まあ99じゃないからね、99だったらまた違うと思うんですけど。99だったらまた感じが違うかな。99だったらねまたちょっと勝負してみたいな。まあ勝負してみたいなというか、ほぼ前もう2日に1回は試合してるからなんともなんですけど、さあこうだすね。ずっとここでミスってるんだけど。でもやってもしょうがない、ね、チャンス。あ、また場所が悪いな。勝負はこれから。対
なんか抜かれる。マジか。何？中盤を制した者が勝つんだ。よいしょ。抜かれちゃうんだ。でもここ設定は設定は試合が終わるだけじゃない。ただ引き分けで終わるっていうグダグダな試合で終わっちゃう。勝負だ。まああの数値見れたんでよかったかなと思います。ここで、でもここで取られたとして、取られて誰かかな、ダメだ、マーガスしかチュートできるしね。あー、なんもできない。これで一回しときますか。どうも、できないな。はい、というわけで、スピアヘッドね、ちょっと見てみたんですけど、フェス自頭の潜在は来るんですけど、まあ、JY のあの自頭くんだよね、まあ、ありがとう、なんでしょう、対戦する、まあ、例えばトーナメントとか特定のそのフレマーとか誰とやるかっていうのが分かってる時はやっぱりフェス自頭じゃなくてこの昔の力自頭にハイパーブロック積んどけば低気の今日ね99 の、 テクニカルダイビングゲットは止めれましたし、多分高浮きの方はもっと 50% 上がるので3万2000とかの数値になると思うんですよ、普通に力団結に入れても。そういう意味ではまあただ他のね、マーガスがセンターフォワードじゃない場合とかもあるので、そういう場合はね、対策が必要だと思うんですが、何回もやってると結構、吹き飛ばしてやれたりとか、小細工強先輩も積んでる、この児童とかも見受けられるんですけど、これを入れることによって、フェスヒューガーですね、JY ヒューガー使ってる人とかも強くなるんじゃないかなと思いました。はい。まぁ、ちょっと高浮きのマッチングをね、お見せできなかったの申し訳ないんですけども、低浮きで止めることができたっていうところと、まあ、スピアヘッドを、まあ、今3回打ってもらいましたけども、66でも1回抜けたというところで、99だった時非常に怖いんじゃないかなと思います。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方お願いします。あ、で、さっきの話戻りまして、そうですね、再来週くらいから、フリーというか、もう本当に、始めたばっかりで技は30くらいだったらね、いろいろなできるんじゃないかなっていうので、少しレギュレーションを下げた、グルマをまたちょっと2週間くらいやってみようかなと思います。はい。なので、今のグルマに関しては、抜けても多分残るとは思うんですけど、もしまだね、自分と対戦されたことがない方とかはいらっしゃったら、どんどん、やっていただければぜひやりましょう、楽しくね。はい、なかなかね、皆さん好意的にいい感じでやらせていただいて楽しくできてるなと思ってます。はい、いつもありがとうございます。というわけでいつもご視聴ありがとうございます。それではまた。一応やっぱり高浮きちゃんと取っときたいなというところで、ちょっと今回は、ね、試合っぽい感じというよりはより任せる感じ、任せて攻めてもらう感じで、ね、いこれが寄っちゃうんだよな、下がればいいのか、なんか撮影の裏みたいになって、スタミナやべえな、多分ね、これをこうサイドに出して、ああ変なのが引っかかっちゃった、よし来い、でドリップけばうまくいくんじゃないか。でポンってうまくよろしく高浮きになるかな。ツートップでやってるからマッチングしづらいんだな。おお来た。あと1回くらいはできる。どうして打ってくれなかった、やばい。スタミナがない。やばい。そういうこと、お互い固まってる。戻って。やっぱ、スリートップにしてって言えばよかった。検証だから。スリートップにしてって言えばよかった。よしよし、下がって。俺のフォローしなくちゃ。頑張る。グルマで検証してるからそうなるよ。その辺出しといて。よし。
絶対に負けん。よしよし、いいんじゃないか。あ、自力でピョンしろよ。もうそ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 う、違う違う違う、タピ自力でピョンしろ。よし来い、負けないぞ。勝負だ。なんで今自力で、間に合わなかったからいけたろ。だってなんか勝手に AI おかしくてプレスボタン押さなくても勝手についてっちゃうんだよ。おお、いいんじゃない、いいんじゃない、よろしく。いいんじゃない。え、そこでピンポイントいけんの、狙い撃つ、全力使うのかな。コスだよ絶対。だから一回ドリブルで、あーいや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 、時間がうまく渡さないと。よし、うまい、俺検証うまい。ついていかないで。そんなめちゃめちゃダメだ。もう前半ダメだ。なんかね、うまくいかないというか、うまくいかないんですよ。あ、了解。そっか、俺が合わせればいいの。多分絶対向こうは合わせないから、こっちが、俺がというか、私が、自分が合わせればいいんですね。これですよ、JY フィジカ。うん、そうだ、これでいいですよ。で、こうして、まあシュネル対策になっちゃうから、こうして、なんか下げないとチームが成り立たない、このデッキ。待って、笑ってばっかりじゃダメだ。こうして誰下げよう。これ邪魔だよね、検証するときに。はい、5、これならいけんじゃないか。まずは中盤での勝負。よし、これでほら対角線になった。あ、葵くんそっち側入れてんの邪魔かも。プレスボタン押さないでライン下げでやれば、多分シュティルフィンデじゃないと。あ、そんな横で抜くから、そうなんだよ。まだですか、ためといて、ちょっとここためといて復帰して、きた。ちょっと待って、超うまく、行き過ぎ、ついてっちゃうよこれ。こっちから寄せよう、タッピ、こっちから。あー、絶対そうなるよね。違う、ぴょんぴょんをライン上同接にしたら上抜きしなきゃいけんじゃないか。行かない行かない、押してないのにプレスボタン、お前どこまで行くの。戻って。やばい、超むずい。なんでこんなマッチング、逆に。いや、行かないで。本当に今の、あ、そっか、 AI の改善である程度の範囲のキャラクターはボールに近づくっていう設定になってるから、ついてっちゃうんだよどこまで。だから最近変なの、変な衝動になってんだよね。あれね、たまに、あの、最近センターバックの子が連れ出されちゃって、ね、あのセンターラインくらいにいる試合とかありますよね。で、これ一回自分で持って、飛ばして、飛ばして、で、下げて、うわ、で、戻らせて、もう、どこに。俺が止める、勝負だ。ジトどこいん、ジトが消えたよ画面から。あー、戻って負けるか。戻って一回しかできない。来たよ、もうバッチリのタコで来たじゃん。全力使った方がいいのかな。全力使ってもいいかな。よし、抜けた。守るぞ。全力使っていいかな。見せてくれたい。行くぞ。よっしゃ。2万7000。
あれ2万4千変わらないな、浮き玉。勝負はこれから対、行くぜ。これで止めてやる。一気に決めるぜ。そんな何発でも受けてやるかよ。あの一つが。一回スピアヘッドの方だったけど、一回だけ取れた。あー面白かった。これ、ね、普通にあれでタッピーサイドえぐらないでポンしてくれたら、そう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 。でも放り込んで、放り込んで、もう放り込もう。ここにここ押そう、ここじっと押そうよ。多分青井くん取れないから、ここ押せば。あー違う、うん、まあまあ低くなっちゃうかな。だからドリッタ、よし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 、上げて上げて勝負だ、上げて上げて、ここだ、上げて、きたきた、高吹きお願い、高吹き、そんな勝負だ。どうすんどうすん、どっちなんだよこれ。息が合わないとハイパーブロック。いやもうでもトラップしない、するかな、トラップクリアしとこうかな、トラップしてくれる。お、息があった。息があったとかよくわかんないけど、でも2万4千とか強い。てか俺スタミナがないんじゃないかな。俺13分、もう一回放り込む。お、負けてたまるか。クリアブロック、勝負だ。いけんのそれ、トラップどうなん、トラップいけんの。あーいけた、早くです。来た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 来一気に決めるぜ。めるぜスピアヘッドにこだわるな。強い。99でも止まんのかな。普通のハイアングル。あ強い。なるほど。スタミナがないからいいや。面白かった。